アイザック・ドグボエするとともに、正規王座に認定された。2018年10月2日、ボブ・アラムのトップランク者と契約した。2018年12月8日、フールーシアターにて、ワシル・ロマチェンコ VS ・ホセ・ペドラザの前座で、エマネル・ナバレッテと対戦し、12回判定負けで王座から陥落した。2019年5月11日、 エマヌエル・ナバレッテとダイレクトリマッチで再戦するも、返り討ちに I12R2 分2秒 TKO で再び敗北した。ありがとうございます。